はい、どうもどうも、お久々ですね。ヘルメットバージョンのカズチャンネルのカズです。いやもうすっかりですね、夏ですよ夏。まあそんでね、これからみんなもね、まあ夏休みということで、まあ学生の子たちはね、まあ課題研究とかあるでしょ。まあそん時ですね、やっぱりね、お父さんお母さんたちの力がね、たまに必要になることがある。ほんでやっぱなんだろうね、夏休みの課題研究でなんか作ろうっていう時にさ、やっぱ竹細工あるでしょ。やっぱね、これから私もね、これから生まれてくるんですよね。だからそのお父さんになるための準備運動をしないといけないということで、まあ、竹やぶがあるんで、今回ですね、よっこいしょと、はい、竹やぶの、竹狩りに来ました。さあ私です、今まで、もちろんあの竹はね、切ったことないんですよ。あのこの生えてるやつね。ほんでね、ちょっと試してみたかったのがテレントね、まあ、さっきは見えてたけど、あのナタでございます。ナタでこうやってね、カンカンカンってできたらね、かっこいいんじゃないのかなと。なんかそれでこそやっぱりロマンでございましょう。ただね、これ本当に切れ味がいいので、まあ子供お子さんはあんま触らない方がいいでしょうね。ほんと威力はすごいので、ベッってやるとね、ほんとベッと切れたりするので、ほんとご注意ください。取り扱い注意でございますよ。ほんでね、やっぱ私も大人です。もしものためにもう絶対大丈夫だろうね、だろうということで、はい、まあこれでもこれは今日使わないだろうな。こっちへね、行ってみたいなと思います。ほんでもうさ、もうある程度目星はつけてんだけど、これ今横行ってるでしょ。これですよ。これやっぱなんだかんだ邪魔にもなってるし、これからね間違いなく折れてくようなやつだからね、こいつをカツンと行ってみたいなと思います。いけるかな。さ、ここねすんげー斜面だからさ、ほんと大変なのね。何があって、あのカメラがね一番危ないすんごい斜面にさ、あの三脚置くことになるから、あのカメラ落ちねえか心配なんだよなまずは三脚からねちょっと設置しに行こうかしらね。大丈夫かな。こういう時こそアクションカムでやった方がいいんだろうけど、やっぱ臨場感っていうことだとね。いやでもここの下から狙うのもいいかもしんないな。これで狙うのもありだね。今日アクションカム持ってきてるから、アクションカムつけて、ほんで、ちょっとね、そういう撮影もチャレンジしてみたいなと思います。はい、ではね、頭にこうついたんで、行ってみたいなと思います。いい感じに撮影できるといいんだけどね、っていうか、楽だね。この三脚持たずにね、上上がれるから、楽でございますね。最高、てい、てい。いや、もうこっからね、いろいろ、スタートからね、いろいろ、よいしょ。こうやってね、ちゃんと足場を作っていく。よしよしよし。こういう使い方をするんだよな、多分中ってね。ああ、ほんと足場悪い。あ、前私が掘った場所だな、これ。か、イノシシに掘られた場所かもしんないな。よいしょ。よーし、到着だ。ちょっとね、ここら辺、視界を良好にするためにも、ごめんね、ごめんね。さあ、これがですね、本体でございますね。意外にこういうとこにね、ムカデちゃんとかいるからね、気をつけないといけません。大丈夫？ここら辺結構怖いからね。出ろ出ろ。さあではね、ここ一撃で撒いたいなと思います。これ威力すごいからね。さあでは行きますよ。ここら辺だな、節のないところ。せーの、あ、ちょっと待って、見てこれ、これ見えるやばい。ちょっと濡れてるとことはいえ、威力やばいな。これいけるわ。これでノコギリ持ってきたけどさ、今日いけるじゃん。ちょっとね、ここら辺を中心に、あ、もう行くな、最後のとどめ。はい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 、楽勝じゃんいやでもこれもう一本回ったら十分だから、もう帰るわ。はい、そう、今日そんだけですよ。竹を切れるのかっていうやつで、まあ、落ち的に、あ、切れねえじゃんっていうのを狙ってね、なんかやろうと思ったんだけど、行くもんだね、これ。ということはね、やっぱナタってね、みんな本当に気をつけて扱った方がいいと思います。ほんで、今取れたのがこれですよ。もうね、これだけでも10メートル近いからね、なんかほんとね、いろんなもの作れると思う。いや、またですね、これ使って、なんかね、まあ、私も宿題ないんだけどね、夏、特にね、なんもないんだけど、なんかね、工作とかやってみたいなと思います。なんかね、作ってほしいものなどありましたら、下の概要欄じゃねえよ。コメント欄の方に書いていただくと嬉しく思います。はぁ、疲れたー。いや、なんかこれずれる。ヘルメット用のやつちゃんとつけねえといけねえな。ほら、見てよ。いや、どうでもいいんだけど。少年、斜めかぶり。以上ですね、初めての竹狩りでございました。